彼女の名前はキトゥン。ヘキサビルを守る重力姫だ。街の片隅で目覚めた彼女にはそれ以前の記憶がなかった。彼女に残されたのは猫のような生き物ダスティと重力を操る力だけ。その力を使って街の人々を助け、やがて街を守るヒロインになっていく。しかし街の脅威は絶えることなく現れる。この街を守れるのは重力使いである彼女しかいない。彼女の名前はグラビティ・キトゥンだ。これまでのグラビティ・デイズ2は、おいお前本気でその格好で行くのかよ。ああペテン女と組まされるなんて今日はついてねえな。まずはこの島から片付けるぞ。わかったな。了解。いっぱい採掘してドーンと稼ぐね。まずはポテシリアム1個目、ボン。持ち集めたいな手柄を。バンガの採掘王なんかもう目じゃねえよ。クソ黒虫、いいね。黒虫が出やがった。よし、じゃあ倒しまくるか。よし、みんなを守るぞ。お前のおかげだ。ありがとうな。あやっぱりあれだったね。素直になったわ。あはは、じゃあ次は本気の勝負しようよ。おー勝負しようぜ。望むところだぜ。ふい。はい、どうもヒューガです。じゃあ今回も、まあ、続きやっていくんですけど、前回の続きのストーリーやろうと思ったんだけど、サイドミッションあるのでちょっとサイドミッションやっていきましょうか。私を嵐に連れてって、うん、やっていこう。誰の頼み事だ。とりあえず行くか。よいしょ。飛べい飛べいキトゥン。え、めちゃくちゃマトリックスやってたな。いいか、行くか。名前は忘れちゃった。誰だっけ名前が。よーきさん、今から採掘調査に行かねえか。いや、その俺と一緒に二人でよ。あーそういうやつね。うん。いいよ、行ってあげるよ。行ってやるよお前と。いいけど採掘調査って何？あれじゃないの、最初にあのオープニングでやってたああいう感じのやつじゃないの。採掘調査、大勢で採掘作業を行う前に、採掘量の見込みとかよ、事前に調べておくんだ。あ、あれか、それ以前の問題のやつね。普段は黒虫が危ねえから腕自慢のやつらと組んでいくんだけどよ。あーいるんだね、バンガで。なんかキトゥン以外にも黒虫、まあネビか、ネビと戦えるやつがいるんだね。腕っぷしの強いやつ。お前がいればその辺は安心だし、人でも減る。やばい、俺もグラビティ語喋ってるわ。やばい、人でも減らせるしよ。なるほど、いいよ、行こう。二人だけなら気楽だしね。じゃあ早速出発しようぜ。まあ目的はそれだけじゃねえと思うけどな。オッケーって感じ。グラビティ語。ああ、スキップしよう。あれ？スキップいける？いけるね。てか今撮ってるか？ちょっと待って。めちゃくちゃ撮ってるかどうかがすごい不安になる。まあいいや、大丈夫だった。スキップしよう。行ってこよう。行ってこようってなって。行ってこう。まあ、とりあえずあれだよね。また、重力じゃねえや。あの、鉱石、どんどん蹴って割っていけばいいんでしょ。あ、来てるね。少人数で調査できれば集落の負担も減るだろうからね。なんかそんなこと言った。大丈夫、やれるって。ああ、とりあえずみんなの負担を減らすために頑張ろうか。未在？あ、未在だ。思い出した。さて、採掘調査って、まず何をするの？何すんの？蹴ればいいのか。それだけじゃないかな。基本的には採掘と同じだ。鉱物があるところまで移動して鉱物の成分を調べる。とりあえず蹴ればいいと思うな。まずは鉱石がある島まで運んでくれればいい。あ、お前を運ぶのか。分かったよ、運ぶよ。なんかいつかのストーカーみたいに落とさないから安心しとけ。いいぞ、よし行くぜ向こうまで。はい、よいしょ、高速落下。よいしょ、あれ、あ、黒虫がいる。
てかクロムシ以前にめちゃくちゃ鉱石なかった今。いい感じにクロムシを倒して数を減らしてくれねえか。その後に俺を鉱物の近くで降ろしてくれ。了解。間違ってもクロムシがいるところに俺を落とすなよ。分かってる分かってるって、そんなことやるわけねえだろ俺が。信じろミザイ。あ、大丈夫だよ。もし落としちゃってもって、もう落とす前提もなんか入れてねこれ。すぐ迎えに行くから。頼むぜ。しょうがねえな。やらねえよ。やらないよ。じゃあここら辺に落としとくか。あ、落としとくじゃねえ、下ろしておくよ。じゃあその間にこいつらを殺せ、殺すじゃねえ、間違えた、壊せばいいんだな。壊してやろう。ちょっと待っておくれよ、待っておくれ。攻撃すんなよ、俺が攻撃してんだから。痛いでござるよ、やめてくださいでござる。あれ他にいる？あ、いないね。ミザイを迎えに行け。了解。え、もう終わりでいいのこれ。もういいかな、ミザイを迎えに行こう。ここら辺蹴んなくていいの。いいのか。あ、で、また連れて行けと。次はどこだい、ミザイ。ん？重力鉱物の近くに運べ。どこだよ。え、普通にここら辺でいいの？え、下ろしたよ。え、はあ、えらい目にあったぜ。何がだよ、俺に全部任せてただろ今。任せてただろ、任せてただろ、言えなかったじゃねえかよ。でもやっぱお前がいると移動も楽だしよ。クロムシも怖くねえな。てかさ、キトゥンがいない時ってどういう移動してんだこいつら。結構大変じゃね。あのゴンドラ結構こっちの方まで移動いちいちさしたりしてたのかな。重力使いにお任せあれ。なんかこれいつも言ってるな、キトゥンのなんか歌い文句みたいなやつかな。それじゃあ俺は今から成分採取するからお前も手伝ってくれ。了解。うん、いつものように採掘すればいいんだよね。あ、とりあえず壊せばいいと。壊せばいいんだよな。あ、ごめんごめんごめん、邪魔する気はなかったんだけどさ、ちょっとそこにあったから壊しちゃった、ごめんね。悪気はなかった、悪気はなかったんだけどさ、ごめんねごめんね。あ、ごめんね、邪魔してない邪魔してない、全然邪魔してない、ごめんごめんごめん、邪魔してない、してない、俺の仕事してるだけだからさ、ごめんな。ミザイ、うざいか、ミザイ、うざいって思わないよミザイ。え、これ全部壊さないといけないの、多くない？よいしょ、グラブとかで壊しちゃうから、ちょっとごめんなミザイ、手前にあった。ごめんな、なんか壊しちゃった。終わったよ、終わったよ、ちゃんと。ああ、早いな。じゃあ次はあの島だ。どこの島だ、今更だけどこんなに採掘しちゃっていいの？ん？ああ、心配するな、鉱物は次にも来る頃には復活してるから大丈夫だ。このエネルギーやべえな。まあエネルギーとして使ってるかどうかすごいちょっと分かんないけど、やばくない？再生可能エネルギーじゃん、本当のなんか再生。へえ、なるほどね、さすがバンガーの採掘を詳しいね。まあもう間もなくね、バンガの採掘女王が生まれるけどね。王なんてもう時代遅れって言われるよ。ミザイ、飯の種なんだから、あ、間違えた、合ってたか、よかった、大丈夫だった。飯の種なんだからそれぐらい知ってるの当然だろ。やっぱツンデレだなこいつ。ほーら、さっさと次の島に連れてけって。ツンデレ。はーい、わかりました。漫画の採掘王様。これ見よがしにちょっと、煽っていくな。あ、違う違う違う。ごめんね。違う違う。こいつ運びたかったな。で、あっちか。高速ラッカー。またネビルな。とりあえずこいつ降ろすか。あ、こいつ。ミザイくんね。ミザイ。早めに降ろすよな。わかってる。わかってるよ。降ろして。はい。とりあえず、当てていけば楽に殺せるじゃなくて倒せるから。ダメだよ、汚い言葉使っちゃ、またキャプテンに怒られるぞ。そのネタわからねえか。今汚い言葉と使っただろうみたいな、今めっちゃ噛んだな。もうなんか話、自分の話でもさすがに噛むようになったけど、さすがに噛んだよ。いいんじゃない、いいんじゃない、もうわかんねえ、何言ってるのかわからないよ。まあいいや。終わった？終わった。ミザイ終わったよ。終わった終わった。終わったよ。邪魔してない邪魔してない。邪魔しないんすよ。ね。
ごめんね。邪魔はしてない。邪魔はしてないからさ。まあね、ごめんね。見ざい。よいしょ、よいしょ。まあ、ごめんねってがね、ちゃんと仕事してるからね、こっちは。よいしょ、よいしょ。はい。はい、ちゃんと壊して。はい、壊すよ。ちゃんと壊すよ。めんどくせえな。はい、よいしょ。こっちの方が楽なんだよな。よいしょ。はい。とか言って1個しか壊してねえじゃねえかよ。あれ、こっちも。あ、壊してた。よかった、2個壊してた。あと4個はどこにある？上から探そうか。よいしょ。あるかな？あ、向こうにあるね。てか、ミザイどこ行った？あ、向こうってか、こいつらやるね。B じゃねえかよ。ちょっと待って待って。いや、ミザイどこ行ったんだよ。いたわ。仕事しろ？ないよ。あったよ。めちゃくちゃあるじゃねえか。全然あったじゃねえかよ。ほら、全然あったじゃねえよ、キック。全然あったじゃねえかよ、キック。めちゃくちゃ落ちてるな。あー、拾いに行きたい。拾いに行きたい。はい。ノルマ達成しました。ミザイ終わったよ。はい。ついでに倒すよ。よいしょ。ミザイ。あ、ミザイ。あ、いたいたいた。お前、ほんと何もやってねえな。さあ、次に行こう。お前な。キズンのそばにいたいからって。何もやらなくていいっていうことにはならねえぞ。行くぞ。はい。高速落下。高速落下。よいしょ。たどり着いちゃったと。え、この島にはクルムシがいねえな。降ろしてくれていいぜ。おいよ。怪しいな。これ、後々出てくんじゃねえか？やってる途中に。そんなことはないか。まあ、よろそう。着いたよ、ミザイ。どうすんだ？おい。クルムシが一匹もいないなんて珍しいな。珍しいか、まあ珍しいか。今まで結構いたもんな。調査が楽だし静かでいいことじゃない。楽観的だな、結構。まあな。ところでよ、お前いつまでバンガにいるつもりだ？そういう会話だな。え、いきなり何出てけってこと？バカ、そうじゃなくて、このままお前がバンガにいてくれたら すげえ助かるってことだ。あと信じ方やんだが、どうもお前のこと気に入っ、な、頑張れ。頑張れとしか言えない。お前が何？よく聞こえなかった。あ、そっか。来てるからあれか。なんか通信が。なんでもねえ。やっぱ気のせいだ。報われねえなあ。ミザイ。だから何なの？話を途中で止められると気になるんだけど。うおろせえな、さっさとあっちの島で採掘してこいよ。あっちの島ちょっと離れすぎてない？ミザイ一人で大丈夫？お前が近くにいると計測機器に乱れが出るんだよ。お前の鼓動な。お前の鼓動に乱れが出てんだよ、それは。え？そうだったの？だからあっちに行ってってくれ。なんか今ちょっと読みがあれだった。それなら仕方ないけどさ。照れちゃってこの子の。まあいいや、行こう。あっちの島なら離れずにちょうどいいかな。まあまあ近いし、ね、計測器を乱れるならしょうがない。心臓な。計測器かっこ心臓な。人気づけ。よいしょ。あーとっ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 とい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 。はい、回避はこれか。よいしょ。はい、よいしょ。いいよ。いい倒し具合。先に倒した方がやっぱやりやすいな。あー、ちょっと。グラブできるものがない。よいしょ。離れて、キック。間違えた、そっちじゃない。一匹、もう一匹いた。倒す。倒せない。どこに行った？あれ、いない。いた。コーミング、ありがとう。ホーミング。おいしょ。ちゃんと狙ってホーミング。よし、 OK。 で30個、多いな。あれ、まあ、さっきもそんなもんか。よいしょ。壊して壊して、ミザイに報告しに行くよ。照れちゃって、ミザイくん照れちゃって。まあ照れちゃった。あのね、よいしょと、よいしょ。はい、詰めちゃおう。あと16個、半分来た。
向こうにもクロムシいるな。クロムシっていう言い方があんま慣れねえな。やっぱネビーだな。ネビーくーん。あとプレシャスジェムも未だに言えないよーと。あと8個。もう結構そこら辺にあるべ。あったあったあった。よいしょ。はいはい。あー、落ちないで。落ちないで、ジェム。プレシャスジェム。よいしょ。はいじゃ。ほんで、戻ってきた。あるね。あっ、ちょいちょいちょい、うわあ、重力姫荒ぶらないでください。あ、あっちにあった。荒ぶった結果にいいものがあったわ。あと3つあった。はい、壊して、よいしょ、解いて。あー、タリスマンがあったね。今なんか落ちなかった。気のせいだよね。気のせいだと思ってほしいな。よし、上に上がりたい。はい、よいしょっと、どこでしょう。はい、で、あっちにあるもんね。あー、ちょいはい、ゆっくり上がってね。ゆっくり上がって、ここに降りましょう。はい、よいしょ。降りれた。はい。OK だね。こんなもんかな。ミサイのところに戻ろう。こいつ邪魔だから、こう、そっちのせいだ。ミサイの機嫌は治ったかな。まあ。うわー、出たー。案の定じゃねえかよ。ミサイの声、なんかあったんだ。急ごう。ミサイ。まあね、わかるよ。ん？囲まれてんな。めちゃくちゃ囲まれてんじゃねえか。クロムシが何？どこかに隠れてたのね。あんな重量級のやつがどこに隠れてたの？ミザイ、すぐ倒すから隠れてて。わかった。頼むぜ。情けねえな、ミザイ。もっとかっこいいとこ見せろ。腕っぽしお前強いんじゃねえのか。お前じゃねえか。あ、やべえ、ごめん。お前をグラブしちゃった。あ、違う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 。お前、違うんだよ。お前をグラブしたくないんだよ。よいしょ、ちょ、待って。慌てないで、慌てないで。よいしょ、よいしょ。壊して、もう、グラブばっかで倒そう。よいしょ、よいしょ。はい、いいや、蹴ろ。はい。はい。はい、はい、はい、はい。よし、倒した。どうや、早いだろ、このスピード感の倒し方。スピード感の倒し方、わかんねえ。あれ？まだいいんじゃないかよ。あー、倒しきってない。あ、いや、痛いです。やめてください。そういうのいじめって言うんです。知ってますか皆さん。そういうのをね、いじめって言うんですよ。はい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 。聞いてるか。聞いてねえな。ちょっとこいつも重量級だな。ちょっと、おいおい、お前がどこに隠れてたってんだよ。倒したか。倒してねえな。まだ1個残ってる。まだ2個残ってるか。1個残ってた。2個残ってた。2個残ってたよ。2個残った、残った。汚れが残った。どこに。倒した。倒したね。よーし。膝をつかせた。ワイの勝利や。もう大丈夫だよ、ミザイ。照れんなって、ミザイ。照れんなって。治ったか？心臓の。鼓動は。ミサイ、ごめんね、駆けつけるのが遅れちゃって。いや、俺も考えなしだった。悪かったな。本当で。しかしやっぱすげえや、クロムシの大群相手によ。お前ほんと強えよ。惚れちまったぜ。あはは、ありがとう。あのさ、いきなり話を蒸し返すんだけど。あ、来たな、この話。私いつかバンガを離れると思う。離れ離れになった友達を探して。あー、苦労だね。いや、本当にね、あのアニメ版の時に、まあ、アニメ版っていうか、アニメの時にね、離れたんですよ。まあ、離れ離れになったっていうか、まあ、一緒に流されて、たどり着いた時に苦労がいなかったんだよね。だから、先に着いたのか、どっか行っちゃったのかだよね。元にいた町、ヘキサビルへと戻る方法も探さないと。そうだよ。もう恋しいよ、ヘキサビルが。あの町並みが。ああ、わかってる。そんな気はしてたさ。ミザイ？それとミザイ、他にも何か言いかけてたよね。おっと。おっと。ああ、なんだっけな。忘れちまったよ。それよりさっさと片付けて帰ろうぜ。ほんと報われねえ男だな、ミザイ。報われてほしいな。まあ、欲しくもねえな。
ただいま帰りました。採掘調査が終わったよ。調査が出ちゃったよ。うん？あれ？何？お帰りなさい。リザー出かけてるよ。うん？あ、そっか。リザーに今言いに来たの。シシ、報告、調査報告書を置いておくら、リザーが戻ったら渡してくれ。うん、わかった。二人ともお疲れ様でした。うん。疲れた。あんま疲れてねえか。あのよ、キトゥン、今回はいろいろとありがとうよ。なんかよ、お前に礼をしてんだけど、やっぱ飯かな。飯をおごれ。無事？お、なんかおごってくれんの？やったー。てか、やめろ。みんなちょっとやめとけ。お前わかん、知らねえだろ。キトゥンがどんだけ大ぐらいか。お前のお小遣いなくなるぞ。おいよ、俺のへそくりからな。かわいそう。ご愁傷様。どうじゃ。じゃ先に水浴びしようっと。採掘場で、採掘後で汗かいたし。あ、ちょっと待てよ。あのな、やっぱお前に言っておきたいことが。さっき言いそびれてたのは、その俺はお前が。獅子後ろにいんだからお前。そのなんていうか嫌いじゃないというか、その反対というか、なんというか好きっていうか、うん、I love you っていうか。だからよ、また採掘行こうぜ。いつでも構わねえから。お前見えてねえのか。目つぶりながら言ってるパターンのやつかそれ。やる気がある時にでも声かけてくれればいいし。大きい。ミサイ、あのね、キトゥン、もう水浴びに行ったよ。だと思ったわ。はぁ、あ、ごめんね。私邪魔だったよね。ミサイはキトゥンが。シシ、お前には飯を送る。だから黙ってろな。苦し紛れ。いやー、ミサイ、お前本当にもう何度も言うよ、何度も言うよ。いい、言っていい。いいよ、いいよ、言うよ。うがれねえな。あんまつまんねえ、あんまつまんねえな。うん、うん、分かった。ありがとうミサイ。意味が分かってないんだろうな、シシには。あ、めっちゃ手に入れたな。めっちゃ手に入れたな。まあいいや。終了する。私を嵐に連れてって。うん、とりあえず終わったね。うん、じゃあ、続きはもう一回撮っちゃおう。次に。今回これで終わりにしましょうか。まあ、短かったら、つなげてくれると思うので。はい。いや、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録